どうも、こんばんは。私、竹下敦史と申します。この度ね、なんでも屋さん、便利屋さん、まあ、そのような、皆様のね、お手伝いができるようなことをしたいと思い、ちょっとお話しさせていただきます。当初ですね、これ無料でね、地域の皆様のお役に立てればと思ったんですが、世の中にはね、便利屋さんというご職業がありまして、だいたい1時間5000円ぐらい取るんですね。そこで私がね、無料でお仕事してしまうと、これは便利屋さんのお仕事の邪魔をすることになるので、11時から夕方の5時まで、こちらの方に出るお電話番号の方にお電話いただければ、皆様がお困りの、例えば電球の交換、あとインターネットの設定、あとはスマートフォンの設定、その他もろもろですね、お困りのことをおっしゃっていただければ、どのようなことでもね、お手伝いさせていただきます。お部屋の掃除とかね、ぜひね、ご連絡ください。10分以内には駆けつけます。はい。ただしね、地域としてはね、玉堤地区を限定させていただきます。そしてね、私にできないことははっきりと、できませんと申し上げます。そしてできることはね、誠心誠意やらせていただきます。ぜひ、こちらのお電話番号でご連絡くださいませ。さまざまなことね、お困りのことをお手伝いさせていただきます。それではよろしくお願いいたします。営業時間はね、午前11時から夕方5時までとさせていただきます。竹下敦史です。どうぞよろしくお願いいたします。